全身チャンネル第441回。今回のヘッドラインはこちら。 2.24 ウクライナ反戦闘争へ、 2.1 ミャンマー連帯デモ、群馬の森朝鮮人追悼碑撤去許さない。お知らせです。マルクス主義学生同盟は2月18日19時から全身を読む会を行います。今回初の試みとして全身チャンネルでのライブ配信での開催です。視聴者の皆さんもぜひ参加して質問や意見をお寄せください。スパチャもどしどし送ってくださいね。もうすぐウクライナ戦争から2周年ということで、2月24日に私たち新宿で、デモをやるんですけれども、それと完全に対極の形にあるのが共産党系が呼びかけている青山でのロシア避難集会というところで、杉並区議会でも動きがいろいろありまして、このイスラエルのジェノサイド、ガザ大虐殺に対して言葉的には平和とか即時停戦とかを言ってるんですけれども、ハマスに人質の解放を求めるとか、イスラエルを全く弾劾しない、帝国主義を全く弾劾しない、本当に許しがたい決議が4月25日の臨時会で採択されたわけですけれども、これにも怒りを燃やして戦っていきたいと思います。一面です。2.24 ウクライナ反戦闘争へ。ウクライナ戦争の開戦2年を前にして、ウクライナ反戦闘争は最大の正念場を迎えています。昨年来の反転攻勢が失敗し、米欧帝国主義の軍事支援も大きく停滞後退しています。日本帝国主義岸田政権はそれを補う形でウクライナ支援に乗り出し、この戦争に今まで以上に深々と参戦しようとしているのです。2月1から8日に武力攻撃事態を想定した最高レベルの演習として行われた日米共同統合演習キーンエッジの地上訓練では、仮想敵国として初めて中国を明示していたことが判明しました。岸田は対中国の戦争準備をも強力に推し進めています。 2.19 日中経済復興推進会議粉砕闘争、 2.24 ウクライナ反戦新宿デモの爆発を勝ち取ろう。4面には2月6日に大行進神奈川の仲間が取り組んだ神奈川県国民法共同訓練への抗議闘争の報告が掲載されています。小銃を持った自衛隊や武装した警察が会場周辺を占拠するのに対し、集まった約40人の仲間がこれと激突して戦い抜きました。同じく1面です。 2.1 ミャンマー連帯デモ、岸田は虐殺に加担するな。2021年 2.1 ミャンマークーデターから3年の2月1日、ミャンマー連帯行動実行委員会が呼びかけるデモが、ミャンマー人労働者をはじめ労働者学生120人で戦われました。私が初めてミャンマーの人々と共にデモに立った時、あるミャンマー人の女性が発言してたことで非常に心に残っていることがあります。それは、今国軍がやっているのはかつて日帝の憲兵がやってたことと全く同じなんだと。私たちはもうこんな歴史は絶対に繰り返してはいけないし、日本労働者階級の誇りにかけて、ミャンマー人民との連帯にかけて、この岸田のを打倒しなければならないというふうに思います。岸田のミャンマー軍支援を許さない。高田の馬場駅から早稲田通りを通るデモには、沿道から多くの声援が飛びました。出勤前だというミャンマー人青年は、勝利まで戦いますと語り、岸田政権の大軍拡と参戦反対署名に応じました。この日の午後にはミャンマー人たちは品川区にあるミャンマー大使館前を埋め尽くして怒りを叩きつけました。クーデター以来、ミャンマーでは市民不服従運動が呼びかけられ、この戦いは全産業に広がっています。さらに全国の大学生28万人のうち8割が今も大学に戻ることなく CDM への参加を続けています。武装闘争で軍を打倒し、民主主義連邦樹立を目指す春の革命が力強く進んでいます。戦中戦後、ミャンマーを侵略支配し、今も宗主国伝として独裁軍を支える日本帝国主義岸田政権を打倒する巨大な反戦闘争を実現しましょう。2面です。朝鮮人追悼碑撤去を許さない、群馬の森歴史抹消の暴挙と対決。1月28日、群馬県高崎市の県立公園群馬の森に朝鮮人追悼碑撤去を許さないと怒りに燃える約300人が県内や全国から集まりました。体験戦争阻止大行進群馬もその怒りと団結して戦い抜きました。追悼碑の前に集まった人々は、動員された多数の機動隊員がなり立てる右翼にもひるまず、午後5時半に公園閉鎖と退去通告を受けても応じることなく、火の前で夜を徹して戦いました。
追悼碑撤去の大執行には日本帝国主義の侵略戦争が引き起こした強制連行強制労働の歴史を抹殺し新たな戦争に打って出ようとする国会史が貫かれています。今こそ巨大な反戦闘争で岸田政権を倒すことが求められています。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読と高評価チャンネル登録をお願いします。サブチャンネルの GNN もぜひご覧ください。Twitter と Instagram もチェックしてください。バイバイ。